今レコーディング中、ツアー中、作曲中。作曲中。うん。何作ったか聞かせて。え、それはなんかできた。なんかね、なんかなんかないかな。これか。それで。それでかな。しょうがないから一曲聴いてやるよ。え。まあまあやな、はい、できたこれなんて曲の、えなんて曲これ、うん、いやまだタイトルついてないですけど、本当、うん、いいなと思って、うんうん、まあ何度か会ってるけども、そうです、ね、最初から初めて会ってもうどんくらい経つ、10年ぐらい経つかな、実は僕だからそんなの経ってない、初めて会ったっていうか
僕だからバッホの前座が一番最初です、うん、それがバナナホールでやってたのでその時で僕が30前がいつか聞いてない何年前か聞いてたけど僕はだから僕の年で計算できる33か4でだから今41なんであもう8年ぐらい経つあそんな経つかうん、うん、オリンピック2回あったってことなのオリンピックはだからその時に、うん、で前座でもバッホの前座って聞いても緊張しててそうかそう嘘こけいやめっちゃ緊張してて実はそう実は緊張してて、うん、でもう最初だからもうチャーが怖くてなんでだよ最初だからどんな噂だったんだろ どうやっていやなんかすごいなんかこう噛みつくらしいよって聞いてってことそうだけどその時にどんな人かなと思ってでまあ僕のパフォーマンスをして、うん、で僕はもうチャーさん覚えてないかもしれないけどあの僕が、前座終わりましたと、はあ、終わったと思ってできたらチャーさんが本番良かったよ一言ずっと見せたよ、ねえうん、全然見てくれたんですよねあれ、ねえうん、いやあれ嬉しかったなと思って、うん、妙にうまかったら潰したのかもう潰しにかかろうかとそう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 そしたらまだまだ隙間があったから隙間があったから、うん、まあ余裕があったまだまだまだ、まあね、まあ今日は普段遊んだり飲んだりたまにしてるけども、うん、俺は聞いたことないんだけども普通例えば俺らの世代とかっていうと、まあ、どんなミュージシャンでも、うん、ルーツっていうと、はい、こうあるわけじゃないエリック・クラプトンだとか、うんうんはいね、じゃあブルースだとか、はいはい、でこの奏法の場合はそこに急に行ったわけはないと思うんだけどもともとはそのギターを持ったきっかけになったっていうのはお師匠の場合何だったの、まあ、チャーだってことは分かってるけどもそれ置いといてそれ置いといて、ね、置いといて、うん、やっぱりまあね最初だから僕ブラスバンドほう、うん、に憧れたんです最初それまでだから、まあ、あのまあ中学になった時にそのロッキーのテーマをブラスバンド部が吹いたんですよパッパーパカパーパカパーパカパって、はい、そこで初めてその横の楽器分からないけどあの楽器は聞いた見たことあるトランペットっていう楽器あれ知ってるあの楽器やりたいなあの楽器やりたいと思ってそれが最初だったんですよ、うん、でギターではなかったとギターじゃなかったでそこででもトランペット吹きたいなと思って、うん、それでとにかく楽器をやりたいと思ったのがその中学生の時 で、うん、でトランペットやろうと思ったら、まあ、お塩君は、まあ、あの体が大きいから、うん、あのこの楽器がいいよって言われて私はこんな大きいやつでねバスチューバっていう、うんまあ、やっぱ低音楽器ですよでかいよねあれはで低音楽器で、まあまあ、これでもいいやと思ってボッボッボッいらんやんかってやつですよね、ま、いやその時だからもう本当だからもうそうそう本当ボッボで楽譜がだから僕は思ってたのと違うんだけどでも四分音符四分九分四分音符四分九分四分音符四分九分で分かれてたからで先輩と合わせてじゃあお師匠いくぞはいワン・ツー・スリー・フォーボン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 ってやって2曲目いくよ2曲目はいいくよはいボンボン一緒やから一緒や一緒やからと思ってこれ何の曲なんやろこれどんな曲なんかなとか想像しながらなるよねそうその横はホルンが吹いてるわけですよあホルンもホルンでも馴染みで、ね、あのホルンはあのチューバの逆でポッポッ裏行くんだよねポッ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 これはこれはまたこいつらもわからんなと思って初めて合奏してそうそう合奏して初めてわかるあこんないい曲だったのかってマーチの曲でねそんな中でこう先輩休憩時間に先輩がこうギター持ってきてなんでかなんかこうあの歌本広げながらこう、うん汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてるとか歌ってるんですよお前歌えるやんえ歌えるでしょフォークに行けよフォークそれ見てて前は上、うん、でバスチュー僕はチューバーを持ちながらこう先輩のこの階段とかからこうあ、うん、ギターってのは一本で表現できる楽器なんだと、うんその時にすごい作ってない話よ作ってない作ってないだって僕はチューバーを持ってそこでいやギターは知ってたけど、うんうん、その初めてその中国とボン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 初めて合わせてなんぼの楽器だったわけですよ。そうね。それギターっていうのはそのあ一人で関係する楽器なんだなっていう、うん、それからギターっていいなと思うようになって、うん、で中2になった時に同世代でギター弾く人が出てきたんですよ。ほうほう、うん、同世代で同世代でこうなんかこうクラスのやつってことクラスのやつで、うん、ほんで女の子に囲まれててで僕は黒板の後ろの方でこう見てて指くわえてでも女の子に「あの曲弾けんのこの曲しょうがないな」とか弾いててそいつが弾いてて「おいいな」モテるやんかみたいなこれその上にそうそうそうで俺もギター弾きたいなとか友達に「弾けばいいやん弾いたらいいやん」とか、うん、本当や
でたまたま家に、まあ、うちの母がギター弾いたから、うん、あそうなんだ、うん、ギターあったそういえばとか言ってたまたまお前母親がギター弾いたギター弾いて、うんまあ、フォーク好きだ小倉圭さんとか好き でギター弾いててその時はそんなに僕はギター興味なかったんですよ、ね、やっぱり、うん、でじゃあ友達に教えてもらってその E マイナーっていう暗いこと E マイナー教えてもらってその左手 のこの強さ押さえる強さが分かんなくて、うん、これでもカッてから押さえてこれカッて押さえてどれぐらい押さえてんのかとにかく押さえてひたすら E マイナーを練習してあこれあかんめっちゃいいだろ手に線入るしそれは加減が分かんなかったねそう加減が分かんなくて、うん、でその時点で僕はもう諦め早くていや俺はギター才能ないわと思ってその時にあのやめようと思ってまだお前 E マイナーでやめようと思って 今ものすごい根性なもう E マイナーでF とか出る前に E マイナーで挫折これは無理かなとで友達にどうお城ギターやってんのと、うんまあ、やるとは言ったものの、うんまあ、別にあのうんあんまり才能ないからやめようかなへへーみたいな感じで言ったら、うん、ちょっと待てお前お城お前まあ、ちょっとそこ座れたみっちやんここ普通のとかね普通のみっちやんそこでお前みたいななそんな中途半端なやつだな、うん、俺一番嫌いやねんとかって話になっておうおうおうそんな怒るなよそんな怒るなよと思ってて、うん、で最後までやれって言われて、うんうん、教えてやると教えてやるか俺がまあ毎日見るからと練習ろとか言ってそれは先輩じゃなくて同級生同級生で、うんまあ、体育会系のやつでねそこでも本当にもういやいや練習したんですよもううん、時計置いて5分だけ練習しようと思って5分だけ練習してはい終わりみたいなそうでもういいでそいつにこう嘘をつくのよくないと、うん、練習してるのかしてる5分って言わないけどそれで練習しててところがその、まあ、その5分いやいやの練習でも指って硬くなるんですよね、うん、知らないうちにね、うんうん、ここがペンダゴみたいになってて、うん、そっからなんかおっと思うようになってそんなにこう指の痛さっていうのが感じなくなってきてそうなってくるとなんかこう5分が10分10分が15分ってそこからすごい速くなって、うん、でコードチェンジがこう E マイナーから A マイナーにこうスッといった時のこれが僕は割と何でも覚え悪かったんですけどあの自転車もなんかそのコツつかんまでその駒なしから乗れるどんくさいやったらどんどんいわゆるそうちょっと感覚がでもコツつかむとそのままいけるっていうかだから E マイナーが A マイナーできるあこういうことかそっから早かったんですようん、うん、そいつのおかげやんじゃん松尾君ね松尾松尾がいなかったら僕いないですよここ、ね、いないっていうかボッボッそれはそれで良かったかもしれないまあ確かにね、うん、じゃあなんか代表的なこう奏法の前にやっぱりギターってまあノーマルチューニングがありまして、うん、分かったね E マイナー弾くよ力入れるかねえあのちょっと入れすぎですよ。入れすぎですか。シャープになっちゃう。もうちょっとリラックス。はいはい、あれすいません。でこの結構君たち系は変速チューニングが多いんだよね。はいうん、それはやっぱりこうベースを出すために D チューニングしたり C チューニングしたり、うん、D フラットにしたり、まあ、E フラットにしたりいろいろあるけども。はい、あれチャンさんはどうなんですかあれ。結構 D。俺の変速はねジミーページ譲り、ね。ジミーページか。うんそれとあとは全くオリジナルだね適当に考えてたらそうなっちゃったでももちろん誰かがやってたっていうのはあるけども、うん、一番俺の C チューニングですごいのはある朝起きたら、うん、粗大ごみにガットギターが捨てて、うん、捨ててあって、うん、それかわいそうですね痛々しいもんねそうでかわいそうだから拾ってきて、うん、それで6曲ぐらい曲作ってそのギターでそうそうそれでそれをそのちょうどインストばっかりそれこそ一人でやる、うん、これレストランとか、うん、あと自分でこうアコースティックで一人でやってる頃があってね、うん、子供が生まれた頃そしたらどん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 、うん、ガットギターなんで、うん、ここに
こうプラスチックのが入っててそこに巻きつけるじゃない、あの白いやつね、そうそうそう、うん、ここにはないけど、うん、ないけども、こう棒が入ってるんですね、ここね、そうそう、白いのがね、うん、こう3、6個、うん、でそこに弦を通して巻くじゃない、うん、でそこがやっぱりひびが入ってて、まあ、6弦の、ね、網にさらされてたし、そうそう、でどん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  E が上げられなくなっていっちゃって、うん、でどん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 下がって下がる、もう上げれないですね、そうそう、これ C になっちゃったんだよ、 C にここまでなっちゃって、うん、で C に合わせてチューニングしたんだけどもうブニョンブニョンになっちゃって、あ、そうか、それをね、合わせてそうそう、うん、それでしょうがないから C に、こいつは C にしといて、これ C にしといて、でこういうチューニング考え出して、はいはいはい、いい響きですよ、いいでしょ、それで、うん、それこそこういう、うん、もうやってて、うん、それこそライトハンドが流行る前ってなんか偉そうに言うけども、うん、あのゲートマス・ブラウンっていうブルースのおじいさんがいて、うん、でその人はもうすっごい昔からやってたのね、こういうとか、へこういうのとか、あの人はフィドルも弾くし、はいはい、いろんなことやるんで、バンヘイじゃないですね、じゃあ全然全然もっと前、うん、それもファイアバードでやるんだけど、だからすごくそういうのにも興味、実は興味があって、うんうん、だからタッカンパーティーが出た時に、あ、それを宣伝したやつだなとは、あ、なるほど、バンヘイレンよりも、うんうんうん、バンヘイレンのこっちはどっちかっていうとキーボード的な発想じゃない、うんうん、でももっとリズムっぽかったんだよね、そっちのゲートマスブラウンはもう、はいはいはい、こういうとこなんかやってて、はい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 、両手 でそういうのも手伝って、あとジミー・ページの変速チューニングと拾ってきたギターの C チューニングがあって、うん、こういう深い音でなんか、うん、例えば、あ、それで下が C いけるから、うん、ああいいよいいよこれ、
真似すんだよ。いやもう覚えた、そのオープン中にこれだと4弦がリードを今までのスケールと同じで弾けるから、すごくこう運指がだからそうそうそう、あまり困らない。この下まで変えちゃうと、ああそうかそうか、まあ逆にその下も変えると思いがけない面白いフェーズが出る時も、まあね、同じ運指でね、あるんだけども、これは結構面白いかなと思って。これも G メジャーだし、うんうん、これが A マイナー、あ、E マイナーでしょ。で D も普通に F シャープの感覚で D が出せるから迷わないんだよね。その C が気持ちいいですよね。気持ちいいんだよ。この C が。これが。ドーンっていうの。まあ朝起きてすぐこれ今遊んでるから。久々にその拾ってきたギターのことをこの間思い出して、うん、やっぱりそれあれですね、そのなんかこうもう弱くなったペグのおかげでその発見があるっていうのはすごいですよね。そうそうそう、息引き取るまで俺はその、引き倒すっていう感じかな。まだ持ってるけどね、やっぱり。だからまだまだ俺ももう気がついたら小学校3年ぐらいからやってるから45年ぐらいギター弾いてるけど、うん、やっぱ朝起きて何も考えないでギターを持っと、うん、あ、これ弾いてねえやっていうフレーズがあるんだよね。45年組み合わせとか、 あとコードとか、もう全部知り尽くしてると思ってたんだけど、うん、あ、これやってねえや、で今は年齢のせいか、よし、これ録音しとこうと思って5分の間にそれ忘れちゃうんだよね、うん、どうやって弾いたか。よし、録音機用意してと。これはもうね、アルチューハイマーの息が入ってきてるなと思って。用意して遅くなんだっけって。全然違うの入れた。これのすごい面白いコードを発明したんだけども、うん、やってどうだったっけって、指輪がついてないだけに忘れちゃうんだよね。写真撮っとこうかなと思って。もう一日中録画してる。録画してる。ずっと回ってる。いや、なんかそういうことしないとね。なんかね、変なキーでね、変なコード思いついてね、これ綺麗だなっていう、ちょっと打ち上げでね、チャーさんと行った時に、うん、たまたま僕がなんかその演奏できるとかあるんですよね。 そこで、で大体エレキ必須じゃないですか、びっくりした。ディープパープルやつ、そう、ディープパープルでダーッてやってそれしかなくて、びっくりしたね。でもベースやっちゃうな、ちゃんとベースやるの。これは外せないな。ソロ用になってるんですよ。ベースもドラムもいてんのに。悲しい差がね。そうそう、エレキでそれやってるから、こいつやつだって、あそこでまた見直したんだよ。いや、だから結構遊んでても楽しいなっていうのが分かってきて、うん、もう単純に今後暗くて、ね、なんかうちでもうこんなことばっかりやってるやつなのか、まあそうなんだろうけど、まあそういうとこもあるけど、基本的には、まあでもだからその辺をだからこうチャーさんとこう会ってからそういうところをこう引き出されつつありますよね。あ、そうなの、エレキやっていいのみたいな。ね、いや面白かったよ。バンドやろうと思うの。バンドやろうと思いましたよ。思いました。うん、やっぱりエレキギターやりたいと思った。うん、エレキはそのまだ弾いてないでしょ。弾いてない。でもなんかこう、じゃあどのバンドがやりたいかって言ったら、なんかね、バンドがとにかくやりたくて、じゃあ何がやりたいかって言ったら、そういうビジョンがそんなのなくて、でもなんかこうガーって音が出したいなっていうのがあったんですよ。もうロックっぽいってこと、ね、要するにディストーションのガーって音、うん、で、あのエレキギターを買えば出ると思ったんですよ、ガーって音が。で、母親と一緒に行くわけですよ。母親とあんまり一人で行きたかったですけど、本当はでも母親と行かないと買ってもらえないから。で、コウタロウこれがいいかとか、コウタロウって言わんといて、コウタロウって、コウタロウって言わんといてって、コウタロウなんですけど。知ってるかな、そのギターで。で、ギター弾いて、あのエフェクターとかどうされますって言われて、みたいな。あ、あのエフェクターアンプとか、あ、アンプいいです、あのヘッドホンで聞くから大丈夫ですとか。僕はあのこのエフェクターほら、こうつまみがついてるでしょ、これエレキギター。だそこからヘッドホンでさせて切ると思ったんですよ。あ、ラジオみたいに、うん、聞けないですよね、これね。聞けない、聞けない、ね。いらないって偉そうに言ったら、もうそれぐらい無知で、アホちゃうかと思ったら、お前アホや。それでね、まあそれでギターもで買うてもろた、買ってもらいましたね、うん、その時ヤマハのギターでした。で、アームもついてるやつがいいって言って、で買ってもらったんですけどね。でもアンプなくて
だアンプ買いましただから。あ、結構買ったんだ、うん、あの店員さんがいい人で、いや買った方がいいと思いますできれば、うん、いや いいですよヘッドホンいるからあるからとか言って何も、いや買った絶対買った方がいいと思う。その店員がいなかったらもうどこもないね。いいぐらい文句言ってますよ。音ならんやんけ。そうそう、ヘッドホンつけるとこはないなんてそうそう、聞けよお前話とかねあるんですけど、ってで、まあ、バンドやろうって話になったから、うん、よしじゃあやっぱりエレキギターやろうと思って、うん、で、まあ、ボーカルとベースを募集したら、まあ、あのいわゆる普通のバンド編成になるでしょ、うん、でそれで張り紙をして、うん、で東方完全プロ志向とか、完全プロ志向、まあ、オス募集、ね、オスマーク、はい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 、で20歳から25歳ぐらいまでとか書いてでそこにスネアのポケベルの書いて ポケベルですよ、まあ、懐かしいですね。それでかかってでボーカルから電話あったんですよ、うん、でボーカル決まったと思って、でベースがなかなか見つからなくて、うん、でボーカルの人から電話、いつバンドを再開するんですか、やるんですかって言われて、あ、ちょっと待ってください、ベースが決まり次第とかいう話してて、でそこでこう考えて、あ、もう俺がベースやるからギター探した方が早くない、うん、とか、お前それでいいんか、うん、いい、大丈夫、あのベースの方が正確に合ってるかもと。ベースもポッ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 ポ、もう本当これで行こうと思ったんですよ、ベースで、うん、ベーシストになろうっつって、うんうん、あの結果その、まあ、解散ということになって、解散ってなんか結成してないような気がするんだけど、そうで7年やって、7年もやってたんでしょ、やってたんですよ、だから、うん、それはもうプロを目指そうと、もうそれオリジナルやつだ、オリジナル、うんうん、その頃の曲なんかやったよ、ええって覚えてる、いいから弾けよいいから弾けよって、ちょっと待って出てこないな7年もやってたんだろ、7年やってたけど、D7 C ね、うん、B 7 D7 ね、あ、D7 はで歌がよく街の外れまでお前を探しに、タラララ D7 ララ、その辺大阪人、大阪人そう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 、好きでしょでもそういう曲作ってて、こっちは売れんちゃう今なんか良かったですね結構、うん、チャーガ、まあ、チャーガと一緒にやったらいいかもね、それ考えてくわ考えてくわそれ何、そうそう、結構ライブハウスからさ、ライブハウスでいっぱいやってて、うん、でお客さん入んないんですよ、うんうん、なんで分かんない、で分かんないってお前、僕たちはいや7年やったら分かんだろ、いや分かんなかった、でもあのあれじゃないですか、ちょっと話なそうだからタバコ吸うね、まあ、すぐだよ、まあ、ゆっくり話すの、よく俺たちの音楽を分からないやつはってあるじゃないですか、はいはい、俺らの音楽分からないやつついてこなくていいよみたいな、ちょっと突っ張り入ってちょっとポーズをやって、うん、で結構僕も こんなん喋らなかった、全然、うん、クールで俺はベースをクールで弾くぜとか思ってやってて、うん、聞きたくないやつは聞くなとかつもりだったら本当に誰も聞かなかったでこれはまずいなと、あかんと、でやっぱりライブハウスの、うん、ほらオーナーと話した、まあ、そのバンド、うん、リーダー、あ、はい、あのさ、チケットなんですさ、とりあえずこっちも商売だからノーバブも払ってくれるって話になって、あ、そうですね、赤字やんか、そうで30枚ノルマがあって、うんうん、でまあ5枚しか売れてなかったりと、うんうん、じゃあ残りの25枚ですよね、あ、ちょっとメンバー集めていくらいくら、うん、1人いくらいくらでギャラじゃなくてもう徴収して納めて、それを7年間やっててアマチュア地獄だね、もうすごい、もういっぱい授業料払って、うんうん、そういうのがあったんですよ、まあ、ライブハウスじゃなくてもライブ喫茶じゃなくて、なんていうかな、そのバーみたいなところあるでしょ、うん、ライブハウスってあのやっぱりどうしてもチャージバックっていうのがあるから、はいはい、ノルマがある、そう、お客さん入ったらそのチャージから、一人入ったらチャージ、はい、あ、これはいいわと思って、でそういうところでやるような、その時にもう、あの
ステージもちっちゃいから、うん、まあ、もうボーカルとギターだけみたいな。あ、なるほどね。あ、そこでいいよと思って、その時に、当時かっこいいなと思ったタック&パティっていうグループが、うん、そこでやっと出てくるわけや。そうそう、タック&パティかっこいい、これこんなんしたい、できないですけど、まあ、あんな感じのしたいなと思って、うん、でギターとボーカルと、うん、で今までやってたバンドの曲を、うん、ロックテイストの曲を、うん、そのタック&パティみたいにこう叩きながら、うん、やりながらと思ってやってたら、結構そこでお客さんがこうゾロゾロなんか、ええぞええやん、ええやん、ええやん、この2人組おもろいやんかって来てくれて、うん、それからなんかこうお客さんがで悩むことなく、うん、うん、面白いなと思って、やっとお金も少しずつ入るようになり、お金もちょっと入るようになってきて、そのあたりから。でもさ、すごいなと思うのはさ、じゃあバンド解散してね、うん、まあ、たまたまその、まあ、ライブカフェとか、うん、そういうところでステージもちっちゃくて、じゃあお前はボーカルのやつを2人でやろうってなって、うん、そこで、まあ、タックアンパティがちょうど入り出すことで、あれ聞いてすぐできるもんじゃないじゃん。その前7年間ベースやってたんだろ、うん、でそれはでもなすんなりやっぱ聞いてこう研究して、初めて練習したっけ、真面目に。そう、要は、うん、練習して、まあ、こうやったら、うん、それは何、見に行ったりもした本人の、うん、タック&パーティーは見に行きましたね、うん、見に行ったりもしたし、でも見に行くよりもその自分がそのどうやってビートが出てるかとかね、うん、で結構ねボーカルの人ってそのすごくはっきりしてて、ギターのこと分かんないボーカルは特に歌いにくいとか、うん、ぶつかるとかって言ってくるから、あ、ぶつかんのかと思ってて、うん、こっちは結構麻痺してるからこっちの方がいいと思うけど、いや歌いにくいからやめてって言われて、うん、それをやめつつどうしたらいいのかなって、結構ボーカルの人に鍛えられたとかあって、うん、あ、その伴奏みたいな、うん、だから人の演奏見に行くのももちろんなんですけど、どっちかって言ったら、うん、そのボーカルがどうやったら気持ちよく歌えるのかな、うん、でも自分も主張しないといけないところがあって、うん、そういうのがすごい、うん、なるほどね、やっと分かってきたよ何ですか。いやいや、君の良さが、あ、良さのルーツがね、うん、なんか変速チューニングで1曲やったよ、 D チューノでで、うん、でで、ですかお前ディナーショーのことデナーショーっていうタイプだろ。え、いやほら、なんかあれじゃないですか、あの、B はベーって言わないとダメな、業界用語じゃないですか、なんか でですか、 D ですかとかで、でそれはこれあれですよ、うん、あのダドガドって言うんだってね、うん、だからジミー・ペイジがそうでしょ、これ、このそうだね、ダドガド中に、これだけでいいですよね。声の発明家って誰なの？え？声の発明した人って誰なの？元を正していくと。アイルランドじゃないですかね。アイリッシュで結構高齢で使ってるんですよね、うん。アイルランドの人が作ったチューニングかもしれないらしい。うん、俺これで作ったそのバンブージョイズが。
行けますよね。まあ、行けますね。今度二人でツアーしようか。いいですね。ちょっと D ちょうだい。D ね。で、そんなお城を見て、こうデビューすることになったんだろうけども、自分のスタイルが確立されてると思ってた。あのバナナで会った8年前の頃。いや思ってなかったですけどね。でもそのこの音楽がじゃあみんな知ってんのかってやっぱ知られてなくて、でその当時やっぱりインストもそれこそインストもかっこいいし歌もええわっていうのはバホってのがいてて、いやそしたらバホ評判いいよ、評判いいでしょ。でそのバホなんか余裕でやってるわけですよ。なんか一瞬とこう冗談交えながらすっげえハイクオリティな音楽やってるよなと。で僕も一人でやってるけどそれぐらいのとこまで行きたいなと思いながら、で自分にできることなんかなってやっぱ関西人っていうのもあって、なんかやっぱりこう音楽でなんか笑いを取るみたいな、真剣に、まあエンターテインメントだね、そう、真剣にアホなことやってるバホがかっこよかったんですよ。褒められてるんだかバカにされてるんだか分かんない、ギリギリのところなんですけど、でまあそこですよね。そこをやってて、あ、そうだ、関西人の血が騒いだと。やっぱりね、そうやった俺関西人やったみたいな。そうこうと思って。でやっぱりインスタやってる人ってやっぱりそこまでは考えないんですよね。考えないね。やっぱりこう真面目だよね、基本的には。渋くやって、でもその世界もその世界で好きなんですけど、やっぱりこう友達とかこう見に行こうって連れてた時に、お前どこがやねんこの音楽のって言われて。お前なって、これお前このフレーズすごい、こんなことやってんだ、いや俺分からんって言うわけですよ。そう解説してもね、いや、でやっぱりそこでやっぱり置いてけぼりにしないことかな、お客さんをね。だから全然音楽知らない人が
いや私みたいな人が聴いても大丈夫な音楽っていうのがどっかでやっぱりあるんです。だからなんかこうちゃんとした服着て聴かないとダメみたいな雰囲気のあるコンサートもあったりするし、そうじゃなくて、本当に普通にもう全然音楽の知識、ギターの弦の本数なんか分かんない人でも聴けるような音楽って何かなって考えた時に、もう僕の世代の、アニメの曲とか、そういう曲をやってしまおうと。それちょっとやってみてよ。どういうの？次の曲はですね、皆さんもご存知の曲で、ゲゲゲの鬼太郎というあのアニメがありまして、ざわざわざわして、それを今からやりたいと思います。やんの？やります。やるの？聞いてます。だんだんここがポイントで、ポーン子供がいたらそう、顔をやったりするんですよ。ゲゲの鬼太郎はでもね、俺ね、絶対あれ F マイナーでギターで作ったと思うんだよ。 F マイナーで、うん、なんでかそうから始まるでしょ。このここはね、絶対ね、この気持ちよさ、あの頃って60年代だからエレキギターがすごい出てきて、ギターで作曲した人って多いんじゃないかと思うね。ああそうかな。だってウルトラマンも、そう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 、こんなのも絶対ギターのギターのフレーズだよね。ベースラインありきですよね、それやってなかったっけ。そうそう、ウルトラマン、ウルトラやってました。あれウルトラ、それはレギュラーチューニングで、レギュラーチューニングでちょっとやってよ。イントロアーソン C でやってんの。C、 はい、ベースラインをこれを変えずにメロディーを弾くっていう、これは難しいです。難しい、誰も分かってくんないよ。分かってくんない。それがもうダーって全然ギター知らないと、あ、面白い、ギターそんなことはできんの、おもろいやんか、おもろい、兄ちゃんいてんなみたいなところで、関西ではそれが結構つかみが OK みたいなのがあって、そういうのをでもバホやったんですよ。もうそうだね、うん、テントンってやったあのベンチャーズみたいな、面白いことやるよなと思って、でもね、僕の中ではそのバホテイストがあるようなものっていうのは、そこでまあゲゲの鬼太郎だったりとか、ゲゲの鬼太郎であったり、いろいろラジオ体操とか無理かなとか思いながら、これ難しいな、喋りながら弾くのとか、ラジオ体操やってるだから、だからあのあの伸び伸びと背伸びの運動かなとかでダンダンって言いながら練習したんですけど、これ難しいなのとか思って、意外とやめながらやるでしょ、ね、バホでやるんですよ。いや俺が聞いてないのある、なんかあのまだ完成してないんですけど、ここで挑戦してるんですよみたいなないの。まあ、あのアニメの主題歌でも何でも、アニメ主題歌そうなんです。あのでもあれですよ、ゲームとかやらないでしょ、千原さんって。ん？ゲームとかやらないでしょ。テレビゲーム、テレビゲーム、スーパーマリオブラザーズ、これすごい流行ってますよ。子供の頃、あ、子供が子供の頃、子供が子供の頃俺が奪ってやってたどけっつってあれのあのダラッタッタダッこれあるじゃないですか、そういうのをこうあのステージごとにこうあるんですよ。だからバージョンが違って、あ、はいはいはい、してる。であのしてる、しかなそうそうそう、でブバブバブバそう出るんだよ、ブバブバラリーグラハム出てきた、そうラリーグラハム、そうバブンバブンこれ入ってる、うん、でそのコインが、あ、そうそう、あるんだよね。これのさ、めちゃくちゃうまいやついるでしょ、コイン。そうそうそう、YouTube で見たけど、あのね、エレキギターでね、すごいやついるよな、てて、それがもうディストーションかけて、いや見た見た、ほぼ完璧。日本人の子でもすごいやついたいな、ライトハンドで全部やっちゃうの、ライトハンドでね、ギターをこう2本置いてこうやってそう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 ってってとかこうやってやってました。
いろんな人いてるの、あの人すごいね、プロなのかな、そういうことやってる、知ってる、そういう君たちオタクの世界同士しか知らないんじゃないかと思って。いや僕、いやいや僕たちでしょ。いやいや君たち。僕たちじゃないですか。まあそういうのをやって、そんなことばっか考えてて、まあもちろんあのオリジナル曲も作って、うん、でちゃんと聴かせる曲もあるんですけど、うん、なんかその緩急っていうか、うんうんうん、あの。僕ね、あのチャップリンの映画すごい好きなんですよ。チャップリンってすっごいもうずっこけて、もうひたすらこけてこけてなんかあって、ね、ドタバタじゃないですか、うん、でも最後になんかこう涙するシーンがあって、うん、これすごいよなと思って、うん、でそう音楽もやっぱこういうのが、うんうん、あんのかなって、やっぱりそういうなんかこう笑いがあって涙があるっていうのが、うんうん、これは僕が目指すスタイルかなって。細かいなお前。そう思った、うん、そこだからやっぱりこう、僕はやっぱりそれやりたい、やりたいと思ったんだよね、うんうん、それやりたい、やって楽しい、うん、やって楽しいっていうか、それ伝わるなと思って。それまでさ、逆にそういうことをさ、うん、その急に小学校中学校に戻るけどさ、うん、そういうキャラではあったの。そう、僕はだからね、小学校の時に、うん、まあ、全然ギターも弾けないけど、もう人前に出るのが好きで、校長先生の前何かやったんですよ。なんか何かっていうと、なんかパフォーマンスですっごい大爆笑させたらしいんですけど、何やったか覚えてないです。とにかくなんかこう人前なんかするのが好きだった。実は、うんうん、じゃあもうその要素はやっぱり性格の中にあったんですよ、ね、DNA にあったんです。関西人である以上になんかそういうのあったんですよ、うん、じゃあそれないとやっぱ急にできないもんな。そう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 、うん、でやっぱ嫌々ってやっぱ限界あるだろうし、やっぱりそういうのやりたいっていうのがあって、俺もそれはだからもともとその怖くて渋くて、うん、っていう風に見られてるけど、パブリックイメージは、うん、やっぱり小学校の時からそれこそ関西の、うん、あんまりやってなかったけども、スチャラカ社員とか、はい、それからあと、いわゆるなんつうのかな、関西のギャグと違って、例えばクレイジーキャッツとかって、はい、音楽すごくちゃんとできるのに、うん、そのギャグとかなんつうんだっけあれ、コント、はいはい、が好き で、うん、でクレイジーキャッツ世代で俺育ってるんで、はい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 、で植木仁さんってもともとギタリストで、うん、すごい上手なジャズギターなんだけども、うん、でいわゆるちょいっといっぱいのつもりで飲んでるヒットして、うん、でそういうキャラだと思ったら、本当にそれは後で知るんだけども、なんで俺がこんな歌を歌わなきゃいけないんだよと、はあ、ふざけなきゃいけないんだよと、うん、俺はもう痩せても帰ってもミュージシャンだと、うんうん、ギタリストだと思って、それでお父さん、そう、俺こんなことやるために東京出たんじゃないって言って、うん、言って、でどういう曲だって言うから、ちょいといっぱいのつもりで飲んで、いつの間にかのはしごだけ、気がつきゃホームのベンチでもね、これじゃ体にいいわけないよ、分かっちゃいくらやめられない、ひどいだろうって言ったら、これは真理だと。お父様がそのなんていうのかな、こう傾倒してるその仏教の、いや分かっちゃいるけどやめられないんだよ、こんないい曲、いい歌詞をいただいて、お前やらない手はないだろうっつってやったって有名な話があるんだけども、やっぱりそういう世代で育ってるんで、俺もいつも学校にも小学校の時、まあギター弾けだから、そういうギャグ、人を笑わせるっていう素材はあったんだけども、なんでか知らないけども、知らないうちにこうストイックにこうなんかこうギターを弾いて歌う人になったんだけど、それだから石原と会って、うん、その関西人の、はいはい、医者と会って、そ の中で、ね、眠っていた、うん、ものが、そう、家の中だとか学校だとか、うん、地元ではチャーチャーイコール面白い人なんだけど、うん、なんかパッと入れると怖い、怖いとか、うん、ふうに思われてるじゃん、うん、でもそれはやっぱりその医者と出会って、それをこう出されちゃったっていうか、なるほどね、でもそれやるんだったら俺は徹底的にやるよっていう、うん、やっぱりそれはドリフターズもそうだったし、うん、クレイジーキャッツもそうだし、やっぱりやるんだったら徹底してやりたいっていうのがあったから、今のバフはあるんだけど、ね、やっぱりそれ真面目にギターをこう、ね、ちゃんとね、うん、弾くに越したことはないし、うん、もうほとんどの人たちはそれが聞きたいとは思うんだけども、うん、特にお塩の場合はピンでソロでやってるから、うん、どんだけすごいことやっても、だから俺はジェフ・ベック見に行っても、うん、1時間20分が限界かな、あインストをずっと聴いてる、なんかやっぱりこう、うん、声が欲しくなるとか、うん、そう、喋りでもいいんだよ、うん、レベックもうちょっと喋れよみたいな、うん、なんか言ってくれよみたいな、うん、黙々演奏するんじゃなくて、そうそう、黙々演奏、うん、もちろん俺はそのギターフリークだし、ジェフ・ベックフリークだから、うん、それだけでも楽しいし、
その去年来た時よりも今年の方がスキルがアップしてたりするから、あこいつこの60過ぎても練習してるわとか思ったりもすることもあるから、まあ、必ず見には行くんだけども、じゃあ続けてみたいかっていうことになるじゃない、なるほどね、それがだからピンでやってると余計ね、またこれやってんのかよっていうことになっていくじゃない、うん、でそこにギャグがいいかどうかっていうのは別にして、うん、まあ、トークであったり歌であったり、そうそう、うん、やっぱり変な話、一人でやってるよりも、うん、さっきみたいに二人でやってる方がいいこともいっぱいあるじゃない、うんうん、あるね、あるあるね、だからそこがこう、まあ今はね、そのデビューしてアルバム何枚か作るようになってきて、うん、でこっからのサブモシオのこう壁、自分っていう壁ができるんじゃないかなと思うんだけども、うん、この間やってくるやってみようか、ああそうか、でも俺ねアンプしてないからね、譜面あるかな、これアンプっていう言葉すごい何年ぶりに使ったの、アンプ、暗記する譜、うん、このアンプじゃないよ、あこれじゃないです、譜面を暗記する、ちょっとじゃあ、あそうだ、気持ち悪いけど押尾君が俺のことを思って作ってくれたことを、そういやだからまあね、あの With You っていう曲なんですけど、いやでも With You なんだけど、 With You 本当は、うん、最初だから You and Me だったんですこのタイプ、うんうん、で本当にあの You and Me で作ろうと思ったけど、気持ち悪いっちゃう、いやいや With You も気持ち悪いけど、 With You も気持ち悪いけどもうちょっとひねれよお前関西人だと、いやいやそれだから本当なんか、まあそれは置いといて、まあ、はいはい、これがいいかなと、ちょっとそれやりましょうか、じゃあ、うん、やりますかって思う、やりましょうぜひリハーサルしたいと思いましょうか、お願いしますね、thank you.
これ撮ればよかったな。え、これ撮ればよかったね。これ撮ればよかったねってレコーディングで間違えちゃえば一番のお前そういうアプローチです、ね、そういうアプローチ、それがアプローチ、それがアプローチ。じゃあこっちの早い方の曲もちょっとやってみましょうか。あ、これね。それはさっきのチューニングなのね。へんてこりんですね。ああ、それ何？変則というか君が考えたの。そう、あのお好み、お好みでお好みチューニング、お好みチューニングとか6弦、まあ、5弦が A に対して、まあ、6弦も A まで、その先ほどチャーさんの A まで下がってんだ。そう、 A まで下げて。いいよ、初めてついてきます、うん、はい。Thank you.
今日はお客さんがいないから拍手も来ない、ね、2人で盛り上がる、2人で盛り上がる、はい、なんか歌える曲ないの？歌える曲ね、急に変なとか言われるくらいある。なんすかね。カラオケとか行くの？いや最近あんまり行かないですけどね。最近とか昔は結構行ってた。結構好きで、ね。その頃は何歌ったの？18番。18番。カラオケ行くととりあえず言って。僕はアリスのチャンピオン歌いますね。うわ。今やなですよ。僕が一番最初に覚えた。覚えて今やな。はい。好きだなと思って、うん、俺いいと思うよいいと思います、うまいし、まあモノマネの息をまだ出してないけども、ジャズなんか歌ってるじゃん、なんかね、なんか 歌ってよ、俺ねいっぱいあるもんね、歌今ね、歌よりもね、うん、奥村千代メロディーを弾くの練習してて、はい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 、クラシックな感じですね。いいでしょ。もともとね、俺中学の時に指の運指の練習で、うん、この、うん、これを練習したんだよね。あ、それからだんだんそれが大人になって、うん、このこっちの、はいはい、このやっぱり子供の頃がクラシックやってたから、うん、なんかやっぱりそれをギターに置き換えてみたいな、そうそう、なんか誰かをね、ロベン・フォードってギター知ってる、はいはい、うん、彼は、ま、どっちかというとラリー・カルトンみたいに見られてるんだけども、うん、フレージングは微妙に違うのね、うん、それなんかそのフュージョンっていうか、そのそうそう、クロスオーバーなギターじゃなくて、なんだけどもすごくフレージングが違って、なんかの本読んだら、うん、兄弟がサックスやってて、うん、でサックスのソロをパクってたんだって。ああ、なるほどね。だからサックスの吹き回しのなんかその息遣いなんかをギターで、そうそうやってるから、だから違うんだと思って、じゃあ俺は何ができるかなってその時思って、うん、ああ自分がやってたピアノの音クラシックのもやったらどうかなとか思った、うん、まあ日夜練習してるんですけども、はいはい、まあそういうわけで、はい、これ以上やってもラチが開かないんで、うん、またもうフィルムの無駄遣いになると思うんで、ですか、あとお前に盗まれるのも嫌だし、見てる人間にも盗まれるから、これ以上エレキ持ってんとやーってやって終わっちゃうんだけど、うんうん、買ってアコースティックでやってるとバレやすいじゃん、うん、で特許ないじゃん俺らって、ない、ね、もうでもだいぶ盗まれましたけど、いやいやいいんだけどね、分かってやってるんだけど、ね、方針を育てようと思ってそれだけの理由でこの番組やってるんだ社会貢献
多分これ最終回になると思うよもう出すもんないもん俺だってあそうこいつと話してもこうオチにいかないこのもあなんかオチあるんですかこれない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 もう早くじゃあ俺帰るわもういやいやいや、まあ、今日のゲストはチャーさん何を言ってんだよどんなオチやねんお前どうもありがとうございました。